はい、焼肉ライクがありました。みちこちゃんこんにちは。今からね、ご飯食べに行きたいんですけど、雨が降ってきましたね。雨が降ってきたね。そう、急に雨が降ってきて、強く降ってきた時に、目的地に到着してよかったです。ね、はい。あいにくのね、まさか雨でこんなに見えないと思わなかったですね。かけないか。かけないよ。ここは大須です。万寿寺通りがありますね。じゃあ今から行ってみたいと思います。目の前にスターバックスがあります。テラチャンネル食レポ、今からやってみたいと思います。ゴーゴーゴー。焼肉ライク入ります。はい、今からこれ焼きます。ちょっとつえていくか、うん、こんな感じです。これお一人様焼きに来れば使えるよね、うん、こんな感じです。迫力。これで A と B を持っていく。こんな感じです。これさ、つけて味噌って名古屋っぽいよね。これをね、はい、肉食べます。どう味？欲しい？すごいよね、これね。食べます。味はどう？うん、美味しい。美味しそうに食べるよ。はい、みちこちゃんどうでしたか？結構美味しかったけれど、一人用かな。狭かったよね、若干ね。一人用でも一人分のね、焼肉のあれだったもんね、うん、あとは結構ふくよかな人。そうだね、結構大食感な感じのお店です。でもまあ、スタミナ的にはいいかもね。うん、一人で、気軽に入れるところがあるよね。そんな感じだよね。近くつけたい人にも本当におすすめです。はい、みちこちゃんありがとうございました、はい、名古屋市中区の上前津にある焼肉、ね、イエーイ。